27日日曜日は東京で最高気温17度ということで、4月の頭ぐらいの気温になる、そういった状況となりそうですね。このところはずっと寒い日が続いていますけども、ちょっとこう春を感じるといいますか、そういった体感となりそうです。ではですね、まずは気圧配置の方を見ていきたいと思いますけども、この先1週間になりますが、冬型の気圧配置だいぶ緩んでくるといった状況となって、南の方には低気圧、高気圧があり、それが戻ってくるような形となります。それともう一つ注目していただきたいのは南の方にある前線なんですね。3月1日になるとだいぶ北上するわけですけども、この前線は春の空気と冬の空気、それのちょうど境目にできているというふうに見ておいてください。前線が顔を出してだんだん北上するということは、それだけ暖かい空気、春の空気が入りやすくなってくるというふうに見ておいていただければなと思います。でこちらなんですけども、こちらは上空1500メートル付近の気温なんですね。関東付近白くなっています。上空1500メートルで0度以上の空気が入ってくるという形になります。そうなると地上付近では15度近くなってくるということも予想されるわけなんですけども、それに加えて、日差しなどもあるとさらに上がるといった状況となります。で関東のこの先1週間の気温になりますけども、特に注目していただきたいのは27日です。東京は最高気温17度、横浜も16度、千葉でも15度、埼玉も15度、宇都宮は15度ということで、北関東も含めて15度以上の最高気温という形となりますので、だいぶこの季節が少し先に行くような感覚となるかなと思います。ただですね、朝晩との体感差逆に大きくなりますから、そのあたりは注意をしてください。あと皆さんのお住まいのエリアの詳しい情報などについては、アプリウェザーニュースもご覧ください。